サンジュストはイタリア海軍のドック型揚陸艦。サンジョルジョ級教習揚陸艦の巡動系艦であり、3番艦として扱われることが多いが、公式には単独で艦級を構成する。艦名はトリエステの巡教者ジュストに由来する。サンジョルジョ級と同様に交渉は教習揚陸艦である。イタリアの造船会社フィン艦定ンリによって、 セストリレバンテノリバ・トリゴーゾ造船所で建造された。本館は海軍士官学校の公開教育のために必要な機能を有している。554階をドイリオの退役の後に練習課任務に就く。リボルの海軍士官学校第2学年の実習ために宿泊施設のほか、環境部に公室や教室などが設けられている。サンジュストは フィンカンティエギリバトリゴソ造船所で建造され1991年8月19日に、寄港、1993年12月2日に、浸水、1994年4月14日に、収益し、第3海軍艦区に配備された。サンジュストは、練習艦任務以外の活動も実施している。1999年、東ティモールの独立の伴う、 重大局面に対応するためコンサビンの文献隊と共に派遣される。2002年7月5日から9月29日にかけて北ヨーロッパ諸国を練習公開で訪問した。全校程は1887回りに及び、ストックホルム175周年記念式典やブレーマーハーフェン125周年記念式典にも参列した。 2004年5月30日から7月10日にかけて、西地中海及び東大西洋を実習公開し、その後7月18日から9月26日までの間には北部ヨーロッパを実習公開した。2005年の実習公開は地中海で行われ、この際には外国人、学生12名が上官していた。2006年夏、 東地中海で短期間の実習公開が行われた。この期間の短さの原因は、デワノン近海にて、作戦中の551ジュゼッペガリバルディなどへの支援をすることが求められたためであった。その年のうちに、サンジュストアンティカ・バビロニア作戦に参加する。二千十二年八月から十二月にかけて、イタリア海軍は、アタランタ作戦実施部隊の司令官職の持ち回りを、 受け、サンジュストは、欧州連合海軍部隊機関として活動する。期間中は中国人民解放軍海軍の海賊対策部隊指令や欧州連合政治顧問の訪問を受けるなどしている。ホースコマンダーミーツウィズコマンディングオフィサーオブチャイニーズウォーシップハット e u ネーバルホースミーツザコマンダーオブチャイニーズカウンターパイラシータスクホース。ありがとうございます。